ラグランジュポイント。あのコナミと当時あったファミマガが、がっちりコラボして作った SFRPG に、世間の RPG のみならず、小説ファンも楽しみにしていました。内容はオーソドックスなコマンド入力式の、戦闘を主体とした RPG ですが、敵を倒してもすぐにはお金にならず、街で報奨金として受け取るという、あまりないシステムで、全滅するとお金がもらえないことを、忘れていてあれほど倒したのに、報奨金0円のショックは忘れられません。武器を自分で作ったりできるのは、当時としては珍しく、強い武器を作るため夢中になって、パーツを探していました。ストーリーもハードな SF で、戦争の要素も入るので、かなり重い話もあります。当時のコナミの力を結集した、グラフィックや音楽は、ファミコンの限界を超えているのではと、今でも語り継がれています。少し正統派でハードな、ゲームを楽しみたい時や、コナミファンなら、一度は足を踏み入れてほしいです。ジョイメカファイト。任天堂がファミコンで、新感覚なゲームを出しました。内容は、手足が宙に浮いている、不思議なロボットを操って、敵のロボットと戦う格ゲーです。格ゲー自体ファミコンではほとんどないので、それだけでも価値があります。出てくるロボットたちは、みんなユーモラスで、動きを見ているだけで癒されます。それでも、技を駆使して戦わないと、雑魚一体も倒すのに苦労します。一部の敵が強すぎると、3機が分かれますが、キャラが多くて、いつまでも楽しめるのと、練習モードもあるので、当てるのが難しい技も、じっくり練習することができます。倒した時にスローで、技名も表示されるので、かっこいい技で勝ちたいあまり、逆に削り倒されることもありました。格ゲーファンはもちろん、お子様でも楽しめる一本です。ファミコンでこれだけのクオリティの、格闘ゲームが作れるなんて、ほんと、びっくりですよね。マイティファイナルファイト。あのファイナルファイトのキャラたちが、可愛くなって登場しました。あのストリートファイターでも、おなじみなコーディ、ガイ、そしてハガワを操作して、再びジェシカを助けに向かいます。スーファミでは3人使えなかったので、なんか嬉しいですよね。今回も、定番のベルトアクションですが、敵を倒すと経験値がもらえて、レベルが上がると、より強い技が使えるのは楽しかったです。敵のマッドギアたちも可愛くなっていて、戦う前にクイズを出してきたり、大ダメージ技が熱いキスなど、遊びの要素もたっぷりです。個性もキャラによってあるので、アクショナー RPG としても楽しめます。ファイナルファイトのファンはもちろん、ストリートファイターでコーディー使いなら、プレイすることが必須かもしれません。キャラはデフォルメされていますが、全然遊べる作品ですのでおすすめです。
レイトバトルサイバー。本作はコンパチヒーローシリーズの一つ。横スクロール型のアクションゲームです。ただし雑魚をなぎ倒していく。一般的なタイプとは違い、1対1での勝負を繰り返していく。スタイルとなっています。防御の概念があり、射撃攻撃があまりないことから、半分は格闘ゲームと言えるかもしれません。選べるキャラクターは仮面ライダー、ガンダム、ウルトラマンから1人ずつ、計3人と少ないですが、その分、アクションが非常に細かく、丁寧に作られています。また動作も滑らかで、よく動きます。ただ全体的に難易度は高めで、中盤以降のステージギミックには、苦戦した人も多いでしょう。さらに各作品で雑魚として、扱われているキャラクターたちが、とても手強いため、雑魚にニューガンダムが、撃破されたり、ショッカーに仮面ライダーブラック RX が、破れるなど、ドラマティックな展開が堪能できます。メタルスレイダーグローリー。ハル研究所が出したロボットものということで、当時の一部のロボットアニメファンは気にしていました。内容はテキストスタイルのアドベンチャーゲームで、ふとしたきっかけでメタルスレイダーを手に入れた主人公が地球の存亡をかけた戦いに挑みます。背景のグラフィックはもちろん、この女性キャラをはじめ出ている人間は、みんな魅力的で表情も豊かなので、見ていて飽きません。また王道のロボットものの話ですが、キャラの表示やメリハリの効いた展開で、退屈せず上質なアニメの世界に迷い込んだ、ような錯覚に陥ります。また、女性についてはナンパすることも、可能なので、ひたすら口説きまくって、ヒロインに呆れられるくだりは、なんだか楽しいひとときです。ロボットもののファンはもちろん、SF をあまり見ない人でも、楽しめる良作です。ラディア戦記、黎明編。アクション主体のテクモには珍しい、本格的な RPG です。架空の世界であるレムリアルを舞台に、記憶をなくした主人公が、仲間と共に世界を救う冒険に出発します。フィールドマップが存在してなくて、街も平原もダンジョンも、すべて同じスケールなので、行き来が面倒なこともありますが、実際に旅している気分になりました。戦闘はアクションバトルになっていて、仲間はオートで動くのですが、結構乱戦になって、気がつくとやられてしまったりするので、いつもハラハラでしたね。ストーリー性が高く、BGM が素晴らしいので、スタートしてすぐにこのゲームの世界に、引き込まれてしまいました。ファミコン後期なので、あまり知られてないですが、個人的にはおすすめの作品です。
イクの源さんに、赤毛のダンの逆襲。古き良き昭和の雰囲気を残す下町を舞台に、悪徳建設会社に対抗するため、正義の心を持つ江戸っ子の大工である、田村源蔵こと、大工の源さんが木槌片手に奮闘する、アクションゲーム第2弾となります。前作の2年後に発売されていますが、基本的なアクションは良くも悪くも、大きくは変わっておらず、相変わらず源さんが木槌を使って、多彩な攻撃を繰り広げてくれます。また、全クリアには2周することが、必要となってますが、コンテニューなども実装されているので、頑張れば達成可能となっています。しかし、ファミコン終末期に、発売されたことと、グラフィック、アクションともに、非常に評判が良いことと、同シリーズの高い人気から、前作同様ソフトはプレミアが付き、やや高値で取引されています。俺たちしかできないプレイをして